では A 番台、まず一台進行で行いますので、スタートボタンを押して先方決まりました。始めてください。本日は、クリスマス。はい、おめでとうございます。メリクリってやつ。先週じゃない、昨日の、初中級者大会は30人近くいたんですが、今日は半分ぐらいしかいませんね。出たよ、サブ。どうぞ、エントリーし忘れた？いいよ、4人チームいるし。うん、いるいる。じゃあね、じゃあ、押田さんのチームに入るか、まあいいや。1から4で好きな数字言ってください。では、スタートボタンを押して始めてください。どうぞー。ラムレザル、サトゥーラムレザルが、ラムレザルってキャラが強すぎるよ。サトゥレザル。じゃあ、押田さんのチーム入れば押田さんチームでそれはそれはちょうど4対4になるはず。あ、違う、あ、いいか、いいです、そこでいいです。メリークリスマス始まりました。先鋒戦、ヘイルさんのラブレザルと、こちら、ブラッドエルフさんということでね、お二人とも海外勢、日本でやってるということでね、海外でやれというあれ B 番だよ、音出しちゃったっけ。さあ、なんと日本の帝で行われているこの大会、そしてクリスマスの日に海外勢同士の戦いが、なぜ俺は日本に来たのに海外勢と戦っているのだみたいなね。知り合いじゃない、やったぜ、帰ってから誇り持てるね。まあ海外広いですから。すごいですね。ヘイレさんでしたっけ、ヘイレさんだけ、ハイレさんだか、ツイッターの方ではなんかヘイレだか書いてあった気がするんですが、ハレだかヘイレだか書いてあったんですけど、ヘイレさんなのかわかんないですけど、格ゲー観光ですからね。俺も早く帰ってね、ケーキ食べたかったんですけど、まあお仕事なのでさあ、画面端に運んでいくラブドル。さあ、バシッと決めていく。バースト使ってジャンプ B が強いんですね。ジャンプ B からうまく拾っていく。今度は非常にこの数日間でどんどん伸びていますね。素晴らしい。空中投げね、やっぱすごいですよね。負けたなんか、すごいすごいって言ってたんですけど、関西の方にも行ってたみたいで、その行動力がすごいですね。関東、関西、どっちにもいたみたいな。さあ、ただちょっとメイ側が今辛そうな感じですね。うまいこと生成していきたいんですけども、ラブルタイムの剣が飛び道具を消してしまう。もう見たくない。掃除して。さあ、続きまして出てくるのはさてと出てくるのはロイソル。さあ、北丸とロイさんって、まあ普通に俺のロイさんの名前呼んだけど、ロイさん大丈夫なんですかね、ここにいてロイさんみたいなまあね、お互いにお仕事をしていたりするとね、帰ってくるまで時間があったりしますから、その時間のねつぶしとしても、おっと、メリークリスマスパーフェクトドラインサンタがやってきたというね、砕けていきます。さあ前 B、IoT ジャンプアイサラですね、非常に判定ぶっといんで、前 B で落とそうとするとどうしても引きつけないといけないんですね。さあうまいザウロフォローしていく。おこれバースト、さあこれ養老系画面下コパンがすごい。ソルも円安のやらない判定が見えましたね。ここはタッチ系は拾えない、タッチ系で拾うことができれば2敗するから空中ダッシュ、そして森田に組めば始めることができますね。ラフにいる、さあここは拾えそうな当たり方、恐ろしい画面足、さあガード硬い、空中の波が非常に精度が高いので上から来ると投げられてしまうんですけども、地上からガンガンいきますね。ガードゲージが溜まって大変 D がいかない、優しいロイサンタがプレゼント、体力ドット頑張ってごらんと、なんてスパルタサンタなんだてめえが何も Here comes the daredevil who dares to enter the mainさあそして出てくるのはコンソメポジョムキン、あやべ名前見忘れた、ネタ仕込んでるかもしれない出たジョイントセイヤだっけこれひどくないですねクリスマス恒例となっておりますコンソメ先生の名前、まあ、けど最近レディースプレイヤー増えたから遠慮しようかなって言ってるんですけど、レディースプレイヤーの方がエグかったりするんで、まあ、大丈夫だと思いますよこれぐらいなら、まあ、ちょっと青色ですが、まあねザリガニもね青と赤いりますから、同じくサンタと思ってください、帽子かぶってるし。おさあラストアタック、お疲れ様です、マギアさんこちらにお願いします。さあ本当に今日クリスマスということでコメントも賑わいまして、1200人見てるんですけども、コメントはその倍2140、どうやら暇だな。おっとバックストップに取られていく、さあジョイントしたいうわーハフにいる Q が出ない、優しいサンタさんありがとうございます。さあこのチャンスを生かしてごらんとスライド、あれ俺なんか変なこと言ったっけ、あれおなんか変なこと言った俺変なこと言ったっけ覚えてない。これはチャンネルなんだよな。さあ画面上おっと捉えていく、12はいはいほい、お昇竜拳メリーフォンニール、それもらった、使っていこう前ビー、おっと当たらない、このやられ判定はねこの日のためにアークシステムワークさんがやられ判定を小さくしといたんだよっていうね、あ怒られますねこれね。さあ画面上アークシステムワークさんサンタがねって呼んでたんですけど、まあもともとねやられ判定が非常に少ないんですけど、ハフニールマイビーリボルバーから画面端ジャンハイ早めに重ねていく、これはスキャンの読み合い、前ハイスの勝利権を打ち込んでいく、さあ巻き返してこれはきついが8000枚殴っていく、さあここは返していく、タチ系でエングルスを蹴り飛ばしていく、素晴らしいタチ系でした、持ってる男は違います言いたいだけで家庭を背負ってます、優勝を持ち帰りたいところ。さあそして出てくる岸井メイ、さあ空中ダッシュしっかり落としていく、さあ B 番台始められそうなんで呼びたいんですけど大丈夫ですかね。投げさんのチーム、投げさんのファースト、里毛さんのソロ、熊さんの会のチームと、マリーチップ、FAB ポチョムキン、ホヒコラムレザル、サトゥーラムレザルだ、ラムレザルって誰だ FAB さん、ホイコさん、マリーさん、サップーチームは B 番台で、ナギさん、里部さん、クマさんのチームと試合の方よろしくお願いいたします。あれ今日アインマンいなくねあれケーキもしかしてあいつアインマンめさあまさかはいさあ、A1台試合の方はドイソールが取っている。よし、空中昇竜B 番台で、はいそこ0回戦なんでごめんなさい、よろしくお願いします。さあ、画面端一気に C メイが決めていくか。前ハズル当たらない。やっぱね、試合見てると熱帯をやってるなんて人はちょっと動き見ればなんとなく分かってきましたね。コンボができなくなるか、タイミング系が難しいか、あとは妥協コンボをなんか選択してる場合、あ熱帯してたんだみたいな感じになりますね。さあ、空中ダッシュ。さあ、マイフィー、これは見ていた。素晴らしい。俺は熱帯は入門ですね。マイフィーは当たらない。おっ5番岸井さんはソルを使って変わってしまったということでね、DV 使いだったらあんなところ暴れないっつってソルがリミッターを解除していく。あーしかしここはガンダッシュを通していく。ダメ出しニコ生の方満員で追い出し発生ということでね、ツイッチの方もありますので、どうしても見たい方はそちらでお願いします。さあ、ロマキャンからのダメ出し。マイピータッチハイジャンディークラケロリボルバー当たらない。これチャンスか、空中投げ、これはうまい。おっと足を伸ばしたら当たってしまった。画面中央空中ダッシュを捉えて勝ったのはロイソル、強い。さあ、ロイさんを2回戦進出ですね、ロイさんのチームは。そして、ごめんなさい、1回戦でしたね、あそこね。岸井さんのチームは敗者復活戦行きとなりますので、まだ試合ありません。ルーザーズってやつです。はい、A 番台、ジョニオソル、シケタイノ、平岡海、佐藤、ベノムチーム対、ヘイルスさんじゃなくて、ロイさんのチームですね、ロイソル。ブラッドウルフさん、カリンジさんのチーム A 番内で試合。